妻まぶきは、日本の俳優。福岡県柳川市出身。ホリプロ所属。愛称は、ブッキー。神奈川県立前岡高等学校卒業。福岡県柳川市で生まれ、小学校2年生の時に、航空会社で整備士として働いていた父の転勤で、神奈川県横浜市に引っ越す。デビュー前の高校時代から雑誌。 東京ストリートニュースで読者モデルとして人気を博し、表紙のモデルを何度も務めていた。90年代後半にカリスマ高校生ブームを作ったスーパー高校生と呼ばれていた一人である。1997年、ナムコがアミューズ、ホリプロ、日本放送とタイアップして発売されたアーケードゲームザスターオーディションのオーディションイベントアホポンプロジェクトで、 参加者、約300万人の中から選ばれ、第1回グランプリを獲得。これが、俳優になったきっかけとなる。その後所属したホリプロは、戦略として当初アイドル雑誌のレギュラーは相手狙わず、流行していたストリート系雑誌に代償問わず毎月、使ってもらい、ショップ店員と並んで、写真撮影したり出し方など編集者と打ち合わせて、つまぶきは、 おしゃれでかっこいいというイメージを作り出した。1998年、フジテレビヤングシナリオ大賞受賞作のテレビドラマ、素晴らしい日々で俳優デビューし、眉村卓原作、小中和也監督の映画、謎の転校生で映画初主演を果たす。2000年、工藤勘九郎脚本のテレビドラマ、池袋ウエストゲートパークに出演し、長瀬智也演じる、主人公、 誠の中学時代の同級生で、いじめられっ子から転じてヤクザになった、サルコと、斉藤富士夫と役を演じ、一躍注目を浴びた。2001年、矢口忍監督の映画、ウォーターボーイズで映画初主演。この映画で、シンクロナイズドスイミングに取り組む、男子高校生を演じ、大ブレイク。第25回日本アカデミー賞では、優秀主演男優賞、新人俳優賞、 ゴールデンアロー賞の映画新人賞を受賞。注目の若手俳優となった妻吹はここから、快進撃を続け、2001年にテレビドラマ、天国に一番近い男や、できちゃった結婚に出演となった。2002年にテレビドラマ、ランチの女王に出演し、知名度を上げていく。2003年、ブラックジャックに、よろしくでは、医療現場の現実に打ちのめされながらも、 誠実さを失わない、研修医の斉藤英治郎役で連続ドラマ発、主演も飾る。同年、池脇千鶴演じる体に障害を持つヒロインジョゼと愛し合い、しかし結局、彼女から逃げてしまう青年、スネオに扮した、インドを一新監督の映画、ジョゼと虎と魚たちで、初めての本格的な恋愛映画で、ベッドシーンにも挑戦しそれまでの純粋な高青年の、 イメージを刷新させ、第77回キネマ巡邦ベスト10、最優秀主演男優賞、放置映画賞、横浜映画祭などの主演男優賞、そしてロシアウラジオストック映画祭の最優秀主演男優賞も獲得し、役者として次なる段階へと進んだ。2005年、スローダンスで、富士テレビ月9枠において初主演を果たす。二千九年、天地人の名をえ加熱役で、 NHK 隊がドラマ初出演にして初主演。2010年、映画、悪人が、第34回モントリオール世界映画祭の、ワールドコンペティション部門に出品。日本でも高く評価され、主演の妻吹きも、第34回日本アカデミー賞、最優秀主演団優勝や、第53回ブルーリボン賞主演団優勝を、受賞した。2013年、 映画、東京家族で、山田洋次監督作品に初出演。一家の次男役を演じる。以降、家族を演じた同じ共演者たちと同じ山田組で2016年からは、家族は辛いよシリーズに出演し続ける。2015年、台湾、中国、香港合作となる放射を支援監督の国威の資格に出演。第68回カンヌ国際映画祭。 コンペティション部門の監督賞を受賞した。2016年、6969 69、悪人に続き3度目のタッグとなる李性被監督の映画、怒りに出演。カップル役を演じた初共演の綾野剛とは2週間の同居生活を送るなど関係性を築き上げ、第40回日本アカデミー賞、最優秀女演団優勝を受賞。2018年、 3年半ぶりに連続ドラマ主演を務めるドラマ W イノセントデイズでは出演だけではなく企画にも携わった。9月には野田秀樹と6度目のタッグとなった主演舞台岩作桜の森の満開の花が日仏友好160周年を記念して開催された芸術祭ジャポーニスム2018の公式企画の一つとしてパリ公演も上演された。 2020年 TBS 系ドラマ危険なビーナスでオレンジデイズ以来16年ぶりの日曜劇場に主演を務める。公式インスタグラムを開設。趣味は音楽鑑賞、映画鑑賞、ジョギング。特技はベース。1999年頃ミュージシャンだった兄の妻吹信也と共にバンドバスキングライトを結成していた。妻吹はベースとボーカルを担当。 ミュージシャンでは、クルりのファンであることを公言しており、バラの花やハイウェイを好んで聴いている。また、インタビューでサカナクション好きであることを明かした際には、妻吹きの事務所にサカナクションからグッズが送られた。また、彼らのサードアルバム、新城のサンプル音源も送られて、最初にそれを手にしたのが妻吹きだった。母親が佐賀県鳥栖市出身で、現在は、 母方の祖父母が住んでいる。2001年公開のウォーターボーイズ以降、数々の映画で主要な役を演じてきた。2003年には、インドを一新監督の映画、ジョゼとトラと魚たちに出演し、第77回キネマ旬報ベスト10、最優秀主演団優勝、放置映画賞、横浜映画祭などの主演団優勝を獲得し、役者として次なる段階へと進んだ。 また、月9ドラマや大河ドラマで主演を務めるなどの実績から、現代日本を代表する俳優の一人に数えられる。その人気は日本だけでなく、中国本土、香港、台湾、韓国などアジアにも及んでおり、映画、ドロロドロロの試写会前に、香港のワールドトレードセンターで行われた、キックオフイベントには、約1000人のファンが詰めかけた。俳優を始めた、 当初のことを、妻吹き自身は後に、自分が何もできなくて、悔しくて、恥ずかしくて、最悪な自分がいた。自分の無力さを感じたと10回し、俳優の勉強については、誰にも習わず、一人で勉強したと語っている。台本を、最低25回は読み込むことを心がけたとも、語っている。2005年の主演映画、春の雪の監督である、雪貞沙夫は、 妻夫木きと共にインタビューに応じた際、彼には男としての親近感もあると思うんですよ。それが俳優としては重要なんです。それは彼の育ってきた環境によるメンタリティのようなものからにじみ出ているんですね。映画の主役としての器ではとてもいい素材を持っている俳優さんだと思いますね。と妻夫木きを表している。デビュー20年目を迎えた際には今まで俳優の仕事は 街の部分も大きかったが、これからは小さなことでも映画やドラマの制作側に立ち一緒に企画を作り上げていきたいと話している。2016年8月4日、女優の舞子と4年間の交際を経て婚約を発表、同月中に婚姻届を提出し結婚した。入籍日は非公表だが、8月25日に舞子が出演舞台の公開稽古の取材にて、 稽古休みに入籍を済ませ、同居を開始したことを明らかにした。2019年8月1日、舞子の第一子妊娠を発表。12月11日、第一子誕生を発表した。名前、誕生日、性別は非公開としている。主演作品は、ふと字表記日本映画海外映画。ありがとうございます。